今回は何をしていくかと言いますと、ショート派の彼氏の前に美容院帰りの彼女がロングヘアで現れたら彼氏はどんな反応をするのかドッキリ。今ミル君お風呂に入っていて、私はこれから美容院行くんですけど、ミル君はロングヘアより圧倒的にショートが好きなんですね。なので実は彼氏好みのショートにするんですけど、ロングヘアのウィッグをかぶった状態で帰宅したいと思います。そこでショート派の彼氏はロングヘアの彼女を見てどんな反応をするのかを見ていきたいと思います。でその後ウィッグを取って実際のミル君好みにした髪型を見せるというプチサプライズ的なドッキリをやっていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。それではミル君がお風呂から出たら、私は美容院に行って帰宅したいと思います。それでは早速やっていきまーしょう。はい、今美容院終わりました。で、短くなりました。で今からウィッグをかぶって家に帰りたいと思います。あ、回したよ。回した？うん。でっか。え、目つぶって。目つぶる？うん、目つぶって片目だけでいい？両目で。ああ、おとなしく座っといて。オッケー。つぶった？うん。いくよ。うん。ちゃんとつぶっとってよ。うん、目閉じてる、手で。ね、座り方おかしいだろ。座ってちゃんと一回退散しよう。ね。何？目閉じるよ。閉じた？いいよ。座った？座ってる。はい。うん。よろしい。よし。じゃあ。うん。3、2、1で目。あ、ちょっと早いって。まだ閉じてるって。3、2、1で。うん。目開けてね。うん。クイズとかじゃなくていい。緊張するな。白。ブー。当たらんと思う。うんこ色。うんこ色かもしれん。うんこ色かもしれん。はい。いいよ。いくよ。うん。3。はい。2。はい。1。はい。トゥン。って言ったら開ければいいの？開けてよ。今カウントダウンしたんやで。3。はい。2。1。オープン。で、目を開けろ。ね、開けろや、同時に。もう開けていいよ。じゃあ、手だけかと思う。もう3、2、1で、うん、目と手を開けてね。うん。いくよ。はい、3、2、1。はい。おお。おっそ見るの。なんで？え、エクステつけてみた。なんで？どうした、反抗期？3年ぶりぐらいのエクステつけてみた。なんで？え、なんかさ、最近ずっとショートやってん。最近っていうか、ミルクと付き合ってからずっとショートやってん。だからちょっとたまには反抗。好きな人できた。ちげ、お前だよ。他に好きな人できた。お前だよ。おい、お前だ。誰のタイプの女になろうとしてるんだ。ミル君なんだよ。じゃ あ聞いて、はい、ミル君のタイプじゃないのは知っとるんで、これが。うん。なぜなら、いや、でもタイプになりかけてる。え、これでいこう。お、強くなれる理由を知った。なんで好きになりかけてるBGM。 それが合っとるかな、うん、もっと他にあったと思うけど、うん、いいよ。いい意外だって。昔の写真ちょっと見たことあるけどさ、うん、あの長かった時の、うんうん、それが今ここにいるみたいな。若返った。しかも若返ってる感じです。若返った。幼くなるからね、ショートは。うん、前髪かなかもしれん。ちょっと前髪も切った。前髪ちょっと根元からいっちゃおうか。なんで、なんで前髪だけスーンって長なのか。ここはロングにした、ショートをロングにしたなら、ここはロングをショートにしろ。なんで、なんでそこでバランス取らなかんの。そこだけはタイプにしろ。そこだけはって言ったらもうこれタイプじゃないよ。いや、だから今タイプになりかけた。でもミル君がこれはタイプじゃないのは知ってたけど、うん、ちょっとやってみたくなった。うん、まあいいよ。これで寄ってきた男がいたら、そいつ狙ってたってことにする。次元だって。俺は次元だって。いいね。いい、うん、お風呂はどうすんの。お風呂？あ、別に普通に入れるよ。普通に入れるの？そうなんだ。意外反応。なんで？意外だったわ。ロングがいいかショートがいいか。ロングもいいねってことでしょ、これは。答えればいい。うん。ミディアム。間を取った。ショート派じゃない。ミディアム。
ショート派じゃないの？じゃあ今だからタイプになりかけてるからミディアムなんだ。あ、間取って、だからどっちでもいける、ね、今どっちでもいける。 S も M もいける。 なんで、え、じゃあロングじゃなくなったら寂しい？うん、別にミディアムだっていう。なるほどね。てってれー、何？ショート派の彼氏の前に、うん、彼女がいきなりロングヘアで現れたら彼氏はどんな反応するのか。だからそのドッキリなんだよね。もう知ってるよ、出落ちなんだもん。私ロングにしてません。うん、私ロングにしてません。あ、これがショート？ちげえよ、もっとロングなんだ。ちげえよ、どこまで私の顔あんの？ここまであると思ったの？うん、でこれは、うん、ウィッグです。ウィッグ、お、すげえ、こうなってんの？自然すぎない？日本人すごいな。すごいでしょ。日本人が作ったんかな、ウィッグ。ちょっと調べるわ。しらしらしら、そこはいいねん。本当の髪型見たい？うん、そりゃあな。本当の髪型は、うん、え、ちょっと目閉じる、目閉じる。いいよいいよいいよ、いくよ。うん、サプライズだからさ。どうしよう、長さ変わらんかったら。中に隠してる髪長さ変わらんかったらどうしよう。見ていい？ロングからのウィッグ外した姿見ていい？早くして、気になる。いいよ。いい？ショートやん。ベリーベリーベリーショートやん。ブルーベリーやん。マジ？私ブルーベリーになった、うん、ブルーベリーじゃない？これ完全に、これが本当の私。ショートじゃん。これが本当の私。好き。ちょっと今日これで抱かせて。ちょっとこれで抱かせてくれ。なんで？坊主が好き？え、坊主なのこれ？坊主が好きなの？ちゃんと髪の毛あるじゃん。ちゃんと髪の毛あるよ、見えるよ。そう？うん。でもそのぐらいに収まるように短くしてもらった。ちげえんだよ。ちげえよ、これネットかぶってるだけ。取っていい？もう、うん、いい、そろそろ、うん、今マンゴー状態だから。本当の髪の毛いくよ、じゃあ。うん、目閉じろ。わかった。いや、はい、いい、もういい。ちょっと待って。どうしよう、長さ変わらんかったら。今のこのツルツルの感じの長さの髪と変わらんかったらどうしよう。え、ちょっとね、ネットかぶったせいですごい、一瞬直すわ。直していいよ、はい。いい？直らん。あ、やばい、直らん。さ、え、ね、ちょっと長くない？全然直ってないけど、いいや、直ってないけど許して。ちょっといいよ、全然。え、だってロングかポーズでしょ。ちげえよ、うん、いくよ、はい、3、2、1、はい。おお、ベスト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 、ショートにした。え、緑っぽい。あ、青、青緑、青紫みたいな。すげえ、かわいい。うん、本当はこうやってやろうと思ったんやけど、ネットのせいでさ。それでもいけるいけるいける。ネットのせいでさ、うん、なんかうねうねしたで。うん、で、これはミニオンヘアにしてくださいって。ちょっとこの辺のアホ毛、ちげーよ、これ自然なアホ毛。あ、そうなの？これナチュラルなアホ毛。いい、いいね、紫っぽい、青っぽい、緑っぽい。お、いい、よくない？え、インナーカラー、これインナーカラー入れた。いいじゃん、かわいい、かわいい。好き、好き、好き、前より好き。受け取り手による、受け取り手による、これ喜ばしい。私は嬉しい。あ、そうなの、うん、なんか若返ったね。これも、うん、いい感じ、いい感じ、良い、うん、前マッシュっぽい時期あったけどさ、うん、これちょっとボブっぽいもんね、ちゃんと。そうかわいい、好きだ、好きだ、愛してるぞ、愛してるぞ。みんなもう見納めです。もう見納め、何を？まあでも過去の動画残ってるからね、うん、そう、それと、あの、見比べて、え、受け死ぬ方が受けってとかっていうのはちょっとやめてください。ちょっとやめてください、うん、これは気を使ってるわけじゃなくて、本当に心の底から今の方がいいと思ってる。あ、本当？まあ、よかったね。伸びても伸びたで可愛いからな、うん、ありがとう、うん、はい、彼氏のさあ、どっちが先に伸びるでしょうか。顎がここまでいくか、髪の毛は締めさせて、ボケ続けんな、ごめん。彼氏の苦手なロングヘア、うん、はい、彼氏が好きになるかもしれなかった坊主、お、彼氏の好きなショート、3段階ドッキリでした。すごい、どうよ、美容室行くだけでこんだけのドッキリができると。腕も上がったな、腕上がったな、うん、ちょっとしか上がらなかった。ここ引っかかってる。ポキって言ったし、ポキって言ったし、ポキって言った、はい。というわけでね、あの、意外とロングも好評で、うん、ミル君の好感度が爆上がりしたかと思います。あ、俺のためのこれドッキリなの？うん、本当はなんか自分のためロングかっていう、ロングかっていうミル君の好感度が、あ、もう下げさせてやろうと思った。怖っ。けど、ちょっとあの、褒めてくれた、人怖、褒めてくれたので、うん、爆上がりしましたけれども、うん、夢に出てくるわ、多分。よかったですね、別の形で。ってな感じで、はい、以上、ドッキリでした。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、SNS のフォローよろしくお願いします。お願いします。おすすめ新着動画、チャンネル登録お願いします。こちらです。可愛いから前行った方がいいよ。
本当は髪の毛もっといい感じなんだけどな、うん、またいい感じにして動画撮ろうな。うん、はい、愛してるぞ。はい、頼むぞ。バイビー。バイビー。大好きな、大好きだ、愛してるぞ。おー、戻ってこい。どこ行った。